でもなんか一個質問があったんですけどいいですか？待って、まだ喋んのか？女の子がいっぱいいたんで聞きたいことがあったんですよ。うん、いいですか質問しても。あの私あの最近お父さんに相談をしたんですけど、あの父と娘の会話なんですけどね、父にあの私最近声優業の方がささやかな感じになってきたから就職しようかと思うみたいなそれどう思うみたいなことをお父さんに言ったんです、うん、そしたらお父さんがちょっと黙ってからいつも私が出てる作品とかそんなに感想とか言わないんですけど、ここはなんか言ったらなきゃって思ったみたいで、お父さんがちょっと間を空けてから俺は桃子の乳首が大好きだって言って肩をポンポンって叩いて出てったんですよ。でも役名だって後から気づいたんですけど、最初は衝撃的すぎてどうしたらいいか分かんなくて固まりますね。そう、女の子だって、なんて言ったらいいですか？それ完全にリアル三つどもえが起きてますよね。びっくりした。